海と日本。香川大学と都市圏の連携大学の学生が交流し、香川の地域課題に取り組む教育プログラム、香川ブリッジプロジェクトが実施されました。4日間のプログラムで、瀬戸内の海をデザインする、瀬戸内の豊かな海を守るというテーマについて、現地での調査や問題解決に向けたディスカッションを行います。瀬戸内海にはまあ多くの島々があるんですけれども、まあ、有人島無人島ありますけれども、まあ、小さな島であるとやはり海ごみというのは回収できないまま残っていっているというような現状があります。まあ、そういった現状を香川の学生または都市圏の学生に感じてもらって、で自分たちでできることはないかということを考えてもらえればなと思ってます。この日は小豆島と手島の間にある小手島の海岸で国際海岸クリーンアップが行われました。世界共通のデータカードを使用して漂着したゴミを回収しながら、その種類や個数を記録していきます。今まで海ゴミっていうと観光客の方が落とすものというイメージがあったのですが、実際自分も今回洗濯バサミを拾ったんですけど、生活している人も海ゴミに関係してくるんだよというふうに知る必要があるなと感じました。他の大学から多くの友達ができて、いろんな価値観の中でそういう環境問題について考えられたことはすごく貴重な体験だったなと思います。今回は離島の海ごみの現状を学ぶことで、豊かで美しい海を守る環境保全対策について、自分たちにできることは何かを考えるいい機会になりました。最後までご覧いただきありがとうございます。Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。